ハイボールどうですか。はい、皆様こんばんは、東中野バースモークソルトの佐々木です、本日もよろしくお願いいたします。今日は初めて行ったバーで最初何を飲めばいいのかっていうことについてちょっとご紹介しようかなと思います。まあね、結構バーっていうところって結構敷居が高かったりとか、最初こうおどおどしちゃって、あれどうしよう、何飲もうかなとか、こう何頼めばいいんだろうとかって思う方、たくさんいらっしゃると思うんですよ。でもそういう人のために、まずはこういうものを、飲めばいいんじゃないのかなっていうのを、3つ、ご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、それではね、最初に何を飲めばいいのかっていう、カクテルとか飲み物ですね、3つご紹介させていただきます。昔はよく、まずジントニックですね、ジントニックを、頼むといいんじゃないかなと思います。っていうのも、ジントニックは、お酒飲まない人でもジントニックっていう言葉はもう本当に知ってる、聞いたことあるっていうことぐらい、それぐらい有名なカクテルなんですね。そんなね、あの有名なカクテルをバーテンダーはおろそかにしないはずなんですね。やっぱりあのバーテンダー一人一人の、考え抜いたレシピの中で、ジントニックを作ると思うんですよ。それでまずジントニックを、注文して、でそれで味わいながら、こうやって作ってるんだとか、こういうの味なんだなとか思いながらも、まずそのジントニックを一杯ゆっくり飲んで、あのこう店の雰囲気とかを見たりとか、例えばバーテンダーの会話とか、そういったものをこうちょっと、ゆっくりね、こう見るのも大事だと思いますね。はい、次はですね、あとはビールです。はい、バーによってはあのビールあるとこないとこあると思うんですよ。ただ、これもあの行きたりカクテルもなとか、でもなとかっていう時はもう手堅くビールがいいですね。ビールを飲んで、それでちょっとゆっくり飲みながら、先ほど申しましたようにこうちょっと様子を伺うっていうとちょっと変な言葉に語弊があるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと様子を伺うみたいな感じでもいいかもしれないです。はい、あと、3つ目は、ここ10年ちょっとで、大流行りしましたね、ハイボールです。はい、もうあのハイボールって言ったらもう、もうバーテンダーみんなハイボールパンと作りますけど、もともとハイボールっていうのはあのカクテルの名前なんですよね。例えば、ハイボールっていうと、バーテンダーがこのウイスキーで作るソーダ割りがいいっていう自分のレシピを持っているものをハイボールっていうふうに昔は言ってたんですよ。ですけどもう今これだけハイボールハイボールっていうふうに時代が風潮になったんで、もうハイボールって言ったらもうなんかウイスキーのソーダ割りになりますね。ちなみに昔は、ハイボールっていうのは、バーではあまりこう通用しなかった時代があったんですよね。その時はウイスキーのソーダ割りとか、例えばまあ1杯目だったら軽めのブレンデッドのソーダ割りくださいとか、ウイスキーのソーダ割りっていうふうに言われてましたね。ハイボールっていうのはなかなかあまりなかったと思います。でも今もこうやってね、居酒屋さんにでもね、いろいろ、そうやってあるんで、ハイボールっていうのはね、気軽な飲み物になりました。でなのでまあハイボール飲んでこうゆっくりね、ちょっと店内をこうちょっとじっくり様子を見るのもいいのかなと思います。はい、以上ね、最初に飲めばいい、何を飲めばいいかっていうものでしたね。あと逆に勝負カクテル、まあ、勝負カクテルというかあれなんですけど、こうお客様が明らかにそのバーテンダーに、あ、勝負挑んでるなっていうような、カクテルもあるんですよね。そんなものもご紹介したいと思います。はい、まず一つ目ですね。まず一つ目、勝負カクテル、勝負されてるなっていうカクテル、それはジンフィズです。はい、ジンフィズっていうカクテルは、ジンと、レモンジュースと、甘みとそれをシェイクして、シェイクをして、でそれでグラスに注いで炭酸を入れた、ロングカクテルになりますね。で、
なぜジンフィズなのかっていうと、ジンフィズのカクテルの処方にシェイクとビルドというその2つの工程があるんですよね。そのビルドとシェイクがしっかりできているかどうかっていうのをお客様自身がそのバーテンダーの作ってるその所作を見定めるんですよね。でそこでそのお客様が、あ、ちゃんとしたものを作ってんだな、ちゃんとできてるなって言って言うので、こうお客様がそれを判断するという感じになるんですよね。だから僕も昔若い頃、お客様、新規のお客様が来られた時にこう座って、ドンと座ってジンフィズって言ってきたら、お、この人勝負かけてきてるなっていうような印象をすごい受けましたね。やっぱりその時はバーテンダーもちょっと気持ちがギュッと引き締まって、こう真剣に作ろうってい こう心構えでね、ありましたよね。なので、まあ、ジンフィズ、まあ、頼んじゃいけないっていうわけじゃないんですけど、まあ、もうそのお客様がね、なじみのバーに行った時に、あ、今日はもうちょっと喉乾いたからちょっとジンフィズちょうだいだったらいいんですけど、新規のお客様がね、いきなりねジンフィズくれって言うと、こうちょっと勝負かけられてるかもしれないみたいな感じになります。はい。はい、2つ目ですね。これはね、マティーニです。もう圧倒的です。はい、新規のお客様がマティーニって1杯目に言ってきたら、もう完全に勝負です私はそう思ってますね。皆さんはこれご覧になってるバーテンダーの方々はどう思われてるか分かんないですけど、私はそう思います。完全この人勝負仕掛けてんなっていうふうに思います。ただ僕もマティーニっていうカクテルはすごい好きなカクテルなので、すごいね、こう気合い入って、まあいつも中ご注文を受けるたびにね、いつも気合が入るんですけど、やっぱりねマティーニっていうのはもう僕の中でももうすごい大好きなカクテルの一つだし、ものすごい真剣に作ってるカクテルの一つでもあるんで、やっぱり今となってはこう新規のお客様がいきなりマティーニって言われたら、逆にちょっと嬉しいですね。やった、来たっていう感じですね。これで俺の味を見ろみたいな感じで、どうだっていう感じで出して、でこうちょっと飲んでね、こうちょっとね、いろいろこうコメントとかいただけるといいなっていうふうには思いますけどね。もう圧倒的にマティーニです。やっぱりね、強いカクテルなんでね、急にね酔っ払うかもしれないんですけど、まあマティーニって言われたら結構こう真剣勝負かけられてるなっていう感じがします。はい。はい、今日もありがとうございました。ですね、今日は、バーに来て最初に初めてバーに行くお店で何を飲めばいいのかっていうのと、バーテンダーにこのカクテルを言われたら多分勝負かけられてるなっていうカクテルを2つですね、ご紹介させていただきました。まあバーっていうのはね、結構まあカクテルでね、結構そのバーテンダーの腕をね試されるっていうことがすごく多いんですけど、まあ今の昨今ね、ウイスキーがシングルモルトの専門のバーとか、まあそれを全部バーボンとかアイリッシュとかカナディアとかジャパニーズとか全部それを取り揃えたウイスキー専門のバーとか、あとはワイン専門のバーとかっていう風にね、ちょっとずつこうマストでね、こうお店の業態をやってるバーテンダーの方もいるんでね、一概にそこがバーが全部それが共通するわけではないとは思うんですけど、一般的にバーっていうのはやっぱりカクテルがあり、ウイスキーがあり、コニャックやラムだそういったものがあるっていうのが、まあ一般的なバーっていうものがありますね。はい。まあそういうところにいた時は、まず、何飲めばいいかっていうのは、まあ先ほど言ったその3つの中から、選んでいただけたらいいなと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も美味しい酒飲んでくださいね。それじゃあね、バイバイ。